がいる。あなたたちが生きるために空気が必要なように、泣こうと思った人魚は気がついた。海面から顔を出して初めて鳴き声を出すことができる。けれども海の底から海の表までは潮で柱ができるくらい遠かった。だからやっと海面に出て泣き声を出せた。その時は嬉しさのあまり人魚の鳴き声は甘くさやかな歌声に変わった。ああ名古屋かだ、名古屋かだ。だがその和を乱す者がこの水槽にやってくる。えあんた知ってんの、ここに何を入れるのか。聞いたことなくね。お人魚だよ。人魚って、あ、純子。あ、ジュゴンって言いたかったのかな。あ、それそれそれ。あんなものは人魚じゃない。そうなの。生贄だ。何言ってんだよ。これはイワシの鱗だ。このキラキラ光る目くらましの中にあるのは私の卵。卵？私の子供さ。お前はイワシの母か。そう言わして。減圧室って何かを減らすんですか。そう、だんだん空気が減っていくからね。45分以上いてはダメよ。何のためにそんな危ない部屋が。これからの訓練よ。訓練だから、もはやイルカショーは中止だ。でなければあの面倒くさい連中が船ごとこの海中水族館にぶつかってくると言ったんだよ。脅しだけですよ。沖に船なんて見えません。まだ見えない。でもね、脅しというものは姿が見えるよりも見えない方が怖いものだ。大きな魚に食われかかったイワシはもはやこれまでと思った時、鱗をパラ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 目くらましに切らす。そして自分が食われるその間に他のイワシを逃がす。イワシの一群がキラキラと銀の鱗をばらまく時、そこには大勢のイワシを生かすためのたった一匹のちっぽけなイワシの死がある。そのイワシは死んでいくのに死んだ魚の目をしていない。その瞳は透き通っている。私は見ていたの、窓の外からあなたを。昔々の昔々の昔々の昔、私は16歳の人魚でした。あなたは王子様でした。でもあなたはよくある浜辺に打ち上げられるようなありきたりの王子様ではありませんでした。